んにちは、くまみきです。今日はですね、ちょっと久々にメイク動画撮っていこうかなと思うんですけど、最近ですね、私がよくやってて自分でも気に入ってて、で結構人からも褒められるメイクコスメがあるので、結構ご質問とかもいただくので、そちらをシェアしていこうかなと思います。というわけで、今ね、ベースだけはやりました。ファンデとかはなんかそんなに変わってないし、いろいろ使ってみて研究中でもあるので、ちょっと塗った状態です。顔色悪ファンデ、下地、あとシェーディングもこの辺ちょっとだけ入れました。で、血色悪いのでとりあえずチーク入れたいと思うんですけど、最近使ってるのがこちらです。スキンフードのフレッシュ F リップ&チークトリオ5番です。リップにもチークにも使えるってやつ。これ昔ハマってすごい使ってたんですけど、ギフトでいただいてまたね、最近使ってます。で、この色を指に取ります。なんか練りチークみたいな感じで、もうポン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 とちょっと広めに塗ります。指に取った時ね、溶ける感じがして、ちょっとね、気持ちいいのこれ。でも一個だけ欠点を言うならば、塗ってたところのシミがちょっと浮き出る気がする。だからこれをどうすればファンデで隠したシミをまた浮かび上がらせずにつけられるかというのを日々研究しているのですが、まだ答えが出ず。なんかいい方法ありますかね。そもそもパウダーとかの方が、まあそういう意味ではいいのかもしれないけど、このジュワジュワジュワって感じが好きなんですよね。こう中からこうにじみ出るような血色というか、すごく自然に健康な感じになれるので、これを塗ってます。ほら、ちょっと健康になったでしょ。で、指にまあほとんどついてないんですけど、残ったのをそのまままぶたにのせます。ファンデも軽くつけてるんで、クッションファンデね、なんかちょっとペタペタっていうのは残ってるんですけど、これでまたちょっとベース代わりみたいな感じでパウダーをつきやすくしていきます。で、アイシャドウ今使ってるのがこちらです。バモンドのフラワーポップアイパレット1番、ローズブーケ。めっちゃ可愛いよねこれ。これはアモーレパシフィックでゲットした韓国コスメになります。で、これはね、この色を指にとってで、ピャッピャッピャーっと塗ります。こう根元の方に指でつけて、そのままこう広げる感じ、こんな感じで、また同じ色今度筆にとって下にも入れていきます。目尻つなげるような感じで最後まで入れます。そしたらこのちょっとベージュっぽいけどキラキラしてる色、こちらを指にとって、この黒目の上、まぶたの中心にシュッと乗せます。そうすると分かるかな、こうやると分かるかな、こっちの方がちょっと立体感出るんだよね。で、まあ、なじませます。あんま広げない感じで、もう一回やるね。この黒目の上のところにシュッと乗せて、なじませ、で、また付属のね、さっき使った腕を使って今つけたキラキラを取ったら、今度は目頭からこうやってつけていきます。目頭濃いめで、だんだん目尻に向かって薄くなるように重ねます。で、ここで一個悩みって、これ画面でわかるかな、なんかこのクマが消えないんだよね。どうすれば消えますかね。なんかいいのあったら教えてください。というわけでアイシャドウまで塗りました。で、ここでアイメイク一旦放置します目と眉毛を同時進行で揃えていくっていう感じでやるんですけど、目だいたい雰囲気こんなだなっていうのができたら、眉毛セザンヌの超補助新アイブロウオリーブブラウン、これで眉毛の輪郭を取ります。まず下を描く、こんな感じで下のラインを描いて、で反対側も描きました。ちょっと目頭、私離れてるんでちょっと食い気味に入れてます変なので、今度は上、こんな感じで外側をまず描きます。で、この中を埋めていくんですけど、ちょっとこの後使うのがもうぶっ壊れてます。蓋が取れちゃった。でもどうせ家で化粧するからこのまま使ってます。壊れてるおかげでこうやって紹介できる。ミセリシェアイブロウパウダーの BR3 番、これのこの濃い茶色とピンクを混ぜて使います。私今髪の毛茶色、暗めの茶色なんですけど、でも眉毛とか目とか結構ピンクさせちゃいます。アディクションの眉用ブラシずっと愛用してるんですけど、これが結構太くって、これで色を混ぜ
せて一瞬ちょっと手でスタンプして試したら、この眉尻のとこからクイ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 っとスタンプします。こんな感じ。この今描いた輪郭の中を埋めていくように塗っていきます。眉毛が生えてるのでそれを描き分けるようにこうクイ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 っと乗せます。で、目尻は結構グイグイっと濃くするんですけど、この目頭側になるにつれてちょっと適当にやる。そうするとこの目頭の方がボケて薄くなるので立体的な眉毛になるかなと思いつつやりますが、うまくいったりいかなかったり日によって違いますで、こうぼかしつつ最初にグッと描いたこの線を消すこうやってこの辺はもうこうやって毛の流れに任せてちょっと消す。で、こっちにもちょっと指でぼかしてここの影入れるみたいな気持ちでやります。はい、こんな感じで、パウダーでバーってやるから若干ちょっと飛び散ったりとかあるんで、こうパパッと洗ってまたさっきのペンでちょっと微調整で、目頭をこういうブラシでシャ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 っとちょっと毛を立ててあげるような感じでシャシャってやりつつ少しなじめってしますこの最初に描いた線とか、あと眉頭ちょっと薄めにしたいなっていうのでちょっとやります。はい、やりすぎるとなんかえぐれたようになるんだよね、この影がむずいむずい。今ちょっとえぐれた気がする。というわけで未だに苦労してます眉毛。はい、眉アートしてみたい。はい、でもうこれが欠かせないアイテムなんですけど、 RMK のダブルアイブロウカラーズ4番レッドブラウン。これ片方はちっちゃめの眉マスカラになっていて、もう片方はそんなに使わないんですけど、こういうリキッドの筆で上で眉描くやつになってます。結構ウォータープルーフ強めでね、落ちづらくていいんですけど、今髪の毛暗いのでそんなにこっちの方は使わない。でこの眉ブラシこれでまず逆向きにこうやって塗って戻すって感じで塗ります。結構赤みが強いので髪の毛暗くてもちょっとここで明るさを雰囲気出すことができます。眉頭は結構こうやって立てちゃうの好き。もさもさキリッとします。ここやるとこれで眉毛完成したのでアイメイクに戻ります。もうね最近もっぱらこれパラドゥのリキッドアイライナー。もう多分ねとっくに寿命だと思うの。使いすぎてほら腕のところが最近ちょっとボソってきたので新しいの買おうかなって思ってます。こういうのをねハサミで切りながら使っております。とっても愛用してる。ギフトでいただいたんですけど本当いいものに出会いました。ありがとうございます。でアイラインはあんまねがっつり引かない、引く日もあるけども、だいたいこの黒目の3分の1ぐらいっていうのかな、この辺から引いて目尻をぴょん、こんな感じです。で濃くしたい日は結構この中とかしっかり塗ったり眉頭の方からグーッと引いたりとか、日によってこの濃さは加減しています。こっちの方はちょっと眉頭からしっかり引いて中もねのまつげとまつげの隙間のとこ埋めてみました。この微妙な違いわかるかなじゃあこっちに揃えてこちらも濃くします。でちょっとここで一旦ビューラーします。あのね最近まつげパーマしてるのがちょっとそろそろ行かなきゃな感じになってきた。まつげがバラバラしてる。まつげがポイントなのに今日ドハマりしているマスカラを塗ります。今からあーマツパ行こう。ドハマりしてるマスカラ、パラドゥーンのスタイリングマスカラレッド、アイラインと一緒です。なんか最近カラーマスカラハマっていろんな色買ったんですけど結局こればっか使ってるこれね褒められます。つけてるとなんかこの色馴染みいいんだよね。カラーマスカラでもあんまりなんだろう地のまつげの色とかけ離れすぎてると近くで見た時は可愛いけど遠くから見た時なんかなっていう時ありません？これはねどっちで見てもいい感じなんですよ。程よい色味、眉毛ともね色を合わせてってます。割と近くなる。はい、こんな感じ。こっち塗ってない方でこっち塗った方、ほんと今まつげの調子悪くってちょっとバサバサしてしまうのでまつげ用のコームで溶かします。あとホットビューラーも温めとこう。で下まつげも塗っていきます。ちょっとホットビューラーでも調節します。はい、で目元落ち着き目の時はもうこれで完成なんですけど、ちょっと今日はキラキラさせたいなって日はアム&のリ
キッドグリッターシャドウ、これを目の下に足します。で、まつげ塗る前にやれよって感じなんですけど、まつげについても可愛いなっていうことで、これキラキラなんで、なので結構後からもうちょっと華やかにしたいっていう時は塗っちゃいます。で、リップなんですけど、最近友達に褒められたやつ紹介する。キトボスのミネラルクレヨンルージュ、色味はこんな感じ。これね、塗ってご飯食べに行ったの、友達と。で、色も褒められたし、あと食べ終わった後に全然落ちてないねって言われて、それで友達はね、これ何って聞いて写真撮ってた。買ったかな。まあリップは日によって違います。その日の服に合わせてって感じなんで、これより全然明るい感じのを選ぶこともあるし、これつけることもあるし、明るいのだとそろそろ新しいの買い替えなきゃなって感じなんですけど、やっぱこれが好きですね。 MAC のこれよくつけてるやつ、ここに重ねてもいいよね。ちょっとマスクだとね、こういうグロス系はうーんってなっちゃうんだけど、でもうん、いい色。ちょっとこっち渋いんでね、明るい気分の時はこちら。こんな感じでほぼほぼ完成なんですけど、あと微調整いきます。ハゲ隠し、これもアモーレパシフィックでゲットしたやつですね。まあアレンジしてて、ここがハゲてるので、これで埋めます。任せます。ハゲ隠しと小顔効果を狙っております。だいぶ変わるよね、これやると。ほら、こっちとこっち違う。すごい、一応両方やりました。で、アイライトもそろそろ新しいの欲しい。うぃふぃ、新しいの欲しいな。もうだんだんこの絵がなくなってきた。でも全然減らないね。これをこう鼻の、この低いところと、あとこの辺にペペペペッとつけます。まあ若干ブラシに残ってるかなみたいなのをこの辺につけます。はい、こんな感じ。はい、というわけで最近の褒められアイテムを使ってメイクしていきました。こんな感じの顔面を最近はよく作っております。よく褒められるのはやっぱこのまつげ、カラーマスカラと、あとこのエトボスのリップ褒められるなって気がします。あと最近またよくやってるのが、こういう白いアイライナー使って目尻にピョンって入れるのもよくやってます。これは結構一年中好きなポイントメイク、これも褒められ率高いですね。というわけで皆さん、気になるアイテムはあったでしょうか。よかったらコメントで教えてください。あ、動画概要欄にもコスメの名前とかリンク、分かるもの貼っておきます。あとこの今日のメイク見てこれがおすすめだよとかあったら、そちらもぜひお待ちしています。クマを消したいのと、あとハイライトなんか新しいの欲しいなって思ってます。ぜひ教えてください。というわけで今日の動画ちょっとでも参考になったら、楽しかったと思っていただけたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。